はい、どうも、成功法で負けない FX、のりまるです。今回はね、今までいろいろと基本的な事柄、FX に対する考え方だったり、ロス箇所の見方だったり、チャートのね、ざっくりとした見方、FX に対する考え方とかね、そういう基本的なことを覚えた後に、いよいよね、重要になってくる、実際のエントリーに関する事柄ですね。はい。それを、いろいろと、いくつかのね、項目に分けて、お伝えできればいいかなと思います。今、ざっくりとね、思いついたものを書いてみたんですが、順張りのトレンドフォローをする。基本的にね、エントリーに関して、順張り、相場が進んでいく方向、よりね、値が動き出した。そちらの動いてる方向に、エントリーする。それを順張りというんですけども、そのトレンドフォローというのが、まず大前提で、なんでね、そういう方向がいいのか、とか、その逆側ですね。トレンドフォローに逆らった方向の、逆張りというものが、あまりお勧めできない理由だったりとか、相場の波っていうのは、大きい時間足がより強い力を持つ。相場はね、この時間軸、1分足から月足まで、さまざまね、時間軸が表示、できますけれども、小さい時間足よりも、よりね、大きい時間足の方が、強い力を持っているということですね。これも、いろんな局面でね、その場に応じて説明していると思うので、その場面になった時に説明してみたいと思います。この長期足の水平線が、例えばね、こういったトレンドの先に、このような感じでね、あったとすると、ここにはね、かなり強い抵抗体があるので、それ以上はね、進まない、進みにくい、そんな相場になりやすいとかね、そんな感じで使ったりします。はい。あとはこうですね、目線が変わる明確なポイント。例えばこういうトレンドがね、ずっと続いてって、トレンドというのはね、延々に一方通行に上がり続けるとか、下がり続けるとか、そういうことはなくて、上がったものはどこかで反転して逆方向に向かっていくわけなんですよね。で、また下がったものは、あるとこからまた上がってくると。で、その、上がったものが下がり出す転換の部分ですね。そういったところっていうのは、かなり悩みになりやすい部分で、注目したいところなんですけどね。そういったものは、どういうところで変わっていくのか、というのを、ダブル理論というね、簡単な定義を、定義を簡単に説明してみたいと思います。と、エントリーする際には、逆側のトレンドをブレイクした位置とかね、実際のエントリーには、この損切り設定というのがものすごく重要になってくるんですよね。いわゆる必要経費というやつです。相場では、期待値というものの考え方で、勝負をするということになります。ここはね、パチンコスロットの勝ち方と全く同じ考え方で、100%の勝率ってことはないんですよね。その部分を、期待値と捉えて、勝負し続ければ、おおむねね、勝敗は、うまい方で7割、8割、その上になるってことですね。なんで、うまい方でもう7割、8割ぐらいの勝率なので、残りのね、3割は、2割は、どうしても負けてくるってことですね。で、その負けたときに、必要以上に負けないように。その自分のそのトレードに対する、損失の割合というのを、決める必要があるんですよね。それを損切りというんですけれども、それが、とても重要なので、そういった時の話。あと、利確、イグジット、目標値ですね。それの設定。ということを、ざっくりとね、こんだけ項目をまとめてみましたけれども、そんなところをね、お伝えできたらいいかなと思います。はい。
まず第1回目ですね。順張りのトレンドフォローする理由。逆張りが、ダメな理由。こんなところをざっくりと説明してみたいと思います。はい。まずね、このチャート。こうやって波打ってる。上がったものが下がって、下がったものがまたどこかで上がってくると。で、一体こう、一つの方向にね、動き出した部分を、トレンドという、というのは何度かお伝えしてきたところです。そこで、このチャートをね、表示させるときに、一つのインジケーターを表示させてもらっていると思うんですけど、この赤い波打ってる線ですね。移動平均線というものです。ムービングアベレージってやつですね。今これは、ドル円の4時間足のチャートを表示しています。チャートはね、何も表示させないと、こんな感じの、ただ単純にこう、ロウソク足が並んでるような、いまいちね、何がどうなってるのか、その、基準がつけにくいものなんですけど、そこに一つね、とりあえずこのムービングアベレージというものを表示させてもらっていると思います。日足と、4時間足には、このムービングアベレージ20というものですね。ムービングアベレージ20というのは何なのかというと、過去20本分のローソク足の平均値が、ここになるわけなんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、ここから、ここからここまで、平均値が今この辺にありますよとですね。上昇、今上昇してきている部分、精神力がね、上方向に向かっている部分っていうのは、これ見てわかると思うんですけど、それを、線で表すと、こんな感じになっていると。で、それを一本前までの平均値はこの辺と。で、もう少し下がってくると、今度はこの平均値が真ん中あたりになってきますね。真ん中あたりになってくると、こう動きがなくなってきてるということになります。で、このムービングアベレージっていうのを追っかけていくと、単純にね、今どっちに向かってるのかなっていうのが、視覚的に見やすくなるってものですね。それの、お助けツールだと思ってもらえればいいと思います。これがね、絶対的な勝敗を、与えてくれるものではないんですけども、何もないチャート上ではね、判断がつきにくいので、こういった便利なものをね、一つ表示させてます。例えばさっき言った、こういうトレンドが発生している部分、こういったサポートラインを引いても、わかるんですけども、この移動平均線に注目してみると、ここからぐーっと反転してね、上側に、ローソク足が 上側に出てる部分ですね。移動平均線の上側に出てる部分。これは、イコールトレンドが発生している部分ってことになりますね。対してこれ下側に出てる部分。これは、下方向にトレンドが出てる部分と思ってもらえればいいです。はい。で、もう一つ。移動平均線がこう横を向いているときですね。移動平均線が横を向いているとき。これは、レンジを作っている状態だと思ってもらえればいいです。はい。で、これ時間軸を一つ小さくしてもらうと、これ1時間足ですね。1時間足には、ここにムービングアベレージ20というもの。同じですね。1時間足の過去20本分の、移動平均線、ローソク足の平均値と。で、この辺が、今トレンドになってる。で、この辺がレンジになってると。で、もう一本これ表示させてもらってますね。ここに、ムービングアベレージ80というものを表示させてます。これは一体何なのかというと、この1時間足のチャート上に、この4時間足、この80本分の平均値ってことは、これ4時間足の、ムービングアベレージを表示させてるってことになりますね。で、目安として、この、1時間足のチャート上に、この4時間足のチャートを埋め込んでいる
ような形だと思ってください。はい。なので、例えばね、この2本の移動平均線の上側に出ている部分っていうのは、まあ、かなり強いトレンドになっているということですね。で、対して、まあ、2本がこう平均、横を向いているような状態っていうのは、まあ、かなりレンジを作っている、まあ、よりレンジが濃いような状態だと思ってください。はい。で、もう一つ、30分足ですね。はい。30分足には、この、同じ、ムービングアベレージ20。これと、もう一本。ここに、ムービングアベレージ160というのがあります。これは、まあ、先ほどの1時間足と同様に、この30分足のチャート上に、この4時間足の移動平均線を表示させているということです。これもね、使い方は同じで、まあ、見方は同じでね、この30分足のチャート上に4時間足の平均、移動平均線が表示されていると思ってください。で、これを使うとね、例えば、大まかな方向性。今現状、皆さんがやってるのは、まあ、成功法で負けない FX でやってるのは、この日足や4時間足で、全体の大まかな流れをつかんで、1時間足や30分足でエントリーをすると。まあ、そういったことを、まあ、推奨してるわけなんですけれども、まあ、その際にね、まあ、この4時間足の方向性、これが一つ分かりやすい目安の一つになってるんですよね。もちろんこの4時間足を見て、まあ、それからね、1時間足や30分足で方向性を確認しても、まあ、いいんですけども、まあ、それをね、このチャート上にも、こういう移動平均線という形で、表示させていると、まあ、そのように認識してもらえればいいと思います。はい。移動平均線の話は、そのぐらいですかね。まあ、一つね、それは参考にしてもらって、まあ、例えばね、4時間足。で、トレンドが出てると、こういったところですね。こういったところ。で、これを1時間足で見てみると、まあ、やっぱりこれ上方向に抜けてると。で、例えば30分足で見てみると、まあ、これもね、上方向に抜けてると。まあ、方向性を見るとき、まあ、トレンドを見るときというのは、すべての時間軸、まあ、今見てる、時間軸、まあ、日足から30分足まで、すべての時間軸が同じ方向を向いている。これはまあかなり強い方向性であって、かなり勝率が高い部分であるという認識でいてください。今で言えば、これは買い方向に、かなりの圧力がかかっている部分ですね。例えばトレンドラインを引いてみると、こんな感じでサポートが引けると思います。はい。これ、移動平均線の上抜けている部分ですね。で、4時間足で見てみると、こんな感じになっています。まあ、上にかなりの推進力がある部分ですね。で、もちろん1時間足で見てみても、こんな感じ。で、30分で見てみても、こんな感じになってます。なので、まあ、大きい時間軸から、まあ、小さい時間軸まで、まあ、全ての時間軸でね、今、上方向に向いてるんで、まあ、この部分に関しては、買いでエントリーすることによって、適当にエントリーするとね、五分五分の運勝負のようなものになってしまうんですけれども、まあ、この部分に関しては、まあ、どこかのポイントで上方向にエントリーすることで、それがね、五分五分の勝負ではなくて、6-4 だったり、7-3 だったり、まあ、かなりね、勝率のいい、部分になってくるので、そういったところを狙っていくってことですね。これが、まあ、イコールトレンドフォローということになります。はい。まあ、トレンドフォローするときに、まあ、以前、覚えてもらった、押し目買いということをすることですね。で、これ今、上昇相場なので、押し目を作ったところで買っていくと。押し目を作ったところで買っていくと。まだこれ繰り返しになりますけれども、まあ、トレンド、一つの方向に値が動くときにも、一直線にゾーンと動くわけではなくて、
何回かのこう波に、波を打ちながら上昇していくのがこの FX チャートです。必ず一方向にドンと行くわけではなくて、何回かに分けてね、大波小波をこう繰り返してグーンといったものはどっかで戻ってきて、でまたの上昇して上って帰ってきて、また上昇してまた押し目を作って上昇すると、こういったところことを繰り返していくので、このどこかでこう戻ってくるところですね、大波でこう小波になったところ、こういった押し目を狙っていく、これが一つ大きなポイントになってきます。でそういった部分でね、狙いやすい部分がこのトレンドラインを引いて、そのトレンドラインに当たったところですね、当たったところの、これはまあローソク足の話の復習になりますけれども、綺麗な陽線、その中でもはっきりと一方向に方向を見した、今で言ったら買いの方向なので、買いの方向に綺麗に方向性を出した、こういった足が出た、それを確認した次でエントリーするっていうのが、一つのルールになります。こういったところですね。でこういったところをエントリーする際にもう一つ、これまた、いろいろごっちゃになってしまいますけど、こういうトレンド、上昇しているトレンドというのは必ず戻ってくるという話をしましたね。どっかで必ず戻ってくると、その戻ってくる時というのは、戻ってくる側にこういった、ね、逆側のトレンドができているんですよね。こういった逆側のトレンドができていると OK ですかね。例えば一方向に行ったものは必ずどっかで押し目を作る、その押し目を作っている部分っていうのを、まあ、拡大してみるとね、こういったここの部分では逆側のこうトレンドを作ってるんですよね。でその逆側のトレンドをが崩壊したところ、逆側のトレンドを、まあ、ブレイクするっていうんですけども、そのトレンドが終わったところっていうのは、まあ、本流のね、10方向に進む波が始まるところなので、そういったところでエントリーするというところですね。今ここで言えば、この部分をまあ少し拡大してみるとこんな感じになってます。ずっと上昇してきた波がここからこういった下降の波を作るんですよね。こういった下降の波を作ってきた、その下降の波はここで一旦ブレイクしました。なので、ここからは本来の順張りの、上方向への波がスタートするところです。で、まあ、それを、まあ、例えば移動平均線で見てみると、ここの部分から上方向に抜けてるのが分かると思います。で、綺麗に上方向に推進力を出して、綺麗なローソク足がここに出ました。でそれを確認してその次でエントリーってことですね。はい、これがまあ基本的な絶対ルールの一つです。トレンドライン、まず移動平均線を見てね、移動平均線だったりこのトレンドラインを見て、一つトレンドができている部分を探すと、トレンドができている部分からこのトレンドラインを合わせてみて、そこにぶつかっているところを探してみると、そういったところをが探せたら、今度はそのトレンドラインにぶつかっているところに向かって逆側のこうトレンドラインを引いてみる。で、エントリーするのは1時間足だったり30分足だったりなんで、ね、その時間軸に合わせてみて、逆側のトレンドが、まあ、ブレイクするポイントを見てみると。今で言ったらこの辺ですね。それで、まあ、綺麗な推進力が生まれた。今現在は、開放向に
大きな力がかかっている部分なので、陽線、綺麗なロウソク足の陽線が出た。ということはイコール、この部分で、まあ、上方向に明確な動きが出たということですね。で、それを見て、そのロウソク足が確定した次、今この点線部分で、回路エントリーする。これが、まあ、一つの形になります。はい。その際に、まあ、先ほど言った損切り設定というのをするわけですね。この損切り設定は、そこまで難しくありません。今、ここの部分でエントリーした。ここの部分に対して、直近の安値の少し下に損切りを置くというルールがあります。直近の安値というのは、今現状とここの部分になります。はい。で、直近の安値の少し下。ここはね、少し、まあ、バッチリとした数字で表すことはちょっと難しいんですけども、直近の安値の少し下に置きます。これはなんでここに置くかというと、この波、4時間足。この波というのは、まあ、トレンドの定義で、この安値を切り上げる。安値を切り上げて、まあ、高値を切り上げる。で、次のこの安値も切り上げて、切り上げる。この、切り上げて、切り上げていくというのが、トレンドの定義ということは、前回お伝えしたと思います。なので、まあ、このトレンドが継続するんであれば、まあ、ここを下向ける可能性は、まあ、少ないだろうと。まあ、仮に、この後、この点線以降は、本来今見えてない状況。実際にはこういう状況なので、こういう状況の時にエントリーするわけなんですよね。で、まあこれトレンドが発生しているので、まあ、上方向に行くだろうという、まあそういう考えのもとにここでエントリーするわけなんですけれども、まあ先ほども言ったように、勝率 100% ということはなくて、この部分には、まあ、7、3ぐらいの期待値があるわけなんですよね。上方向には7ぐらい行くだろうと。あ、でもその残りの3割は、ここから逆にね、こう行って下方向に来てしまうこともあるわけなんですね。そういった時のために、この直近の安値の少し下に、損切り、まあ、必要経費、ここで損を確定させて、また次の勝負に備えようと。まあ、そういったことをやる必要があります。それは、直近の安値を少し下に置く。これが一つのルールですね。はい。で、もう一つ。利確ポイント。まあ、損切りに対して、今度はね、利益、ぐん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 伸びていくトレンドをフォローしているので、まあ、この後ね、ここから、この直近の高値を切り上げるというのを見越したエントリーをしているわけなんで、まあ、ある程度のね、プラスが見込める。このまま普通に、トレンドラインに乗ってれば、まあ、ぐんぐんぐん上方向に進むだろうという場面で、これエントリーしてるわけなんですよね。で、その際に、今、損切りラインをこの直近の安値の少し下に置きました。で、今度は利確はどこに置くのかというと、まあ、これも一つの目安なんですけども、直近の高値。ここが、利確ポイントの一つの目安になります。今これ、ヒゲが長いですけども、まあ、ここにしましょうか。まあ、ここで、まあ、直近の高値。ここでもいいんですけど、まあ、今、現在ここにします。で、こういった形が一つ出来上がりました。トレンド。こういったトレンドの形があったとして、トレンドラインを引いてみた。移動平均線を見てみた。今、現状では上方向に、力が傾いているので、買いでエントリーします。これトレンドフォローです。で、トレンドフォローをしたいので、こういう形を当ててみました。で、まあ、1時間足にしてみて、この逆側のトレンドをブレイクした。で、綺麗な陽線が得た。この次でエントリーします。で、その際に、損切りを直近の安値の少し下に置きました。で、利確ポイントを直近の高値に置きました。で、この形を作る。これがものすごく大事なことなんですよね。でこの形に、まさにこの形に期待値があるということになってきます。
で、こういう形が作ったときに、もう一つ、重要なことがあって、損傷利大のエントリーということがあります。まあ、それは何なのかというと、この損の部分よりも、この利益の部分の方が大きいエントリーを選ぶということですね。今、ここから、損切りの部分、損の部分が、これ48。これ真ん中の数字を読み解くんですけども、これ481ってなってますが、これを48ピプスという共通単位で呼びます。で、まあ、これもね、他の部分でも何度も出てくると思うので、その都度覚えてくれればいいと思います。で今度は上方向の利確ポイントで置くと、今、650。ってことは、これ65ピプスということになります。まあ、FX の共通単位でね、ピプスというものを使います。まあ、それはね、別動画を参考してもらえればいいと思います。で、今現状で、損切りが48、利確が65ということなんで、これ 1.5 ぐらいの、利益の方が大きいですよね。ここが、まあ、最低でも1対1ぐらい。それ以上。できれば、この利益の方が大きいエントリー。その逆で、例えば、損が60いくつなのに、利益が40いくつしかないと。まあ、そういった、まあ、損が大きくて利益がちっちゃいような、まあ、そういった場所というのは、そこにかけるリスクと利益の幅が合わないんですよね。少ない利益を取るために、多大な損益をさらすというのは、そこに期待値というのがなかなか生み出せないことになってくるので、損傷利大のエントリーを目指すというのは、一つ、ものすごい重要なことになってきます。ここを、まあ、最低でも、まあ、1対1の形にするということですね。まあ、今で言ったら、これ、損切りが48で、利確が65なので、この形はかなりいいエントリーだろうという、まあ、予想が立ちます。でこれは、まあ、さっきも言いましたけども、こういった状況の時に、損切りと利確を置くということですね。今、現行のチャートでこうなってきた時に、そのような形を考えてみるということですね。で、これ今現状でも答えが出てるので、このままね、で、まあ、思惑通りにずっと進んで、ここで、プラスが確定しました。で、これはね、損切りと利確というのは自動決済なので、これを決めてしまえば、あとはチャートを見る必要はないんですよね。まあ、何よりもこの形を決める、まあ、この形を見つけ出すってことが、まず最初はものすごい重要になってくるので、まあ、ここは、しっかり覚えてください。はい。ちょっと、だらだら喋ってしまって、分かりにくかった部分もあったかと思うんですけども、これエントリーする際に、まずはこのトレンドフォローですね。トレンドフォロー。と、これ、エントリーする際には、逆側のトレンドをブレイクした位置。これが一つの明確なエントリーポイントになります。で、利確とポイント、利確と損切りをしっかりと設定すると。その際には、まあ、最低でも1対1のエントリー。利確と損切りの幅が1対1のエントリーと。まあ、それを目指すということが、かなり重要なポイントになってきます。まずそのエントリーということは、イコール、まあ、自分の FX トレードで利益を出していく際に、まあ一番重要なことになってくるのでね。まあここを見つけることが、まあイコール勝ちにつながるってことになります。で、先ほども言いましたけども、その損傷利大のエントリーですね。まあ順張りのトレンドフォロー。大きい流れに逆らわないようにして、順張りの1対1以上のエントリー。まあそういった部分を探すと。で、まあ綺麗な要線が得た、次の足でエントリーする。これが一つ
とても重要な、LX で勝っていくための重要なポイントになります。はい。で、このエントリーチャンスを探すってことなんですけども、今現状この、もうね、未来にこのチャートが出てる状況で、こういった部分を探しました。これは過去にね、ずーっと戻って、いくらでも探すことができるんですよね。例えば、こういうところで、こういったトレンドラインを引いてみて、1点目、2点目。これはね、移動平均線の下方向に抜けてるので、下方向にエントリーするのがいいだろうと。で、例えばここ1点目、2点目。例えばこれ3点目として、まあこれいいぜ。ちょっと汚いですけど、まあこういった陰線がいた次、この辺りでエントリーしてみようかなと。例えばですね。それで、これ下降トレンドの一つの形になるかな。とかね。例えば、こういったところで、またこんな感じでトレンドラインを引いてみて。あ、ちょっとこれは、トレンドがうまく合わないから、ちょっとやめとこうかなとかね。じゃあこういったところで、今度はこういったところでこうやって引いてみた。じゃあここを1点目として、2点目として、3点目がこの辺になるなと。まあ綺麗な陽線。これが、の次。例えばこういったところでエントリーしてみようかなと思ったんだけれども、まあ明確なポイントがない。これ損切りを例えば75、直近の安値の下に75に置いたとすると、まあ利確も75ぐらいに置かなきゃいけないんですけど、ちょっと明確な目標がないので、ここはちょっとやめておこうかなとかね。例えば、これ時間軸を変えていろいろできるんですけどね。こういうところで、こんな感じでトレンドラインを引いてみて、1点目、2点目、3点目の、強い陰線が得た次、例えばね、こういったところでエントリーしてみようと。ここにすると損切りが、これ64ぐらいになるから、まあ、64ぐらい。1対1ぐらいエントリーすると、あ、この勝負は良かったのかな、とかね。取れてるんで良かったかな、とか。いろんなところで、その形っていうのは見て取れるんですよね。例えば、こういったところにトレンドラインを引いてみて。1点目、2点目、3点目。の次、この辺でエントリーしてみると。で、まあ、損切りを、例えばこう、直近ですね、少し下に置くと、これ93ぐらいになって、まあ、ちょっと損の方が大きくなりすぎてしまうかな。じゃあやっぱりここはちょっとやめておこうかなとかね。で、このあたり、じゃ次のこのあたりはどうだろうって。このあたりで1点目、2点目。まあ2点目だとして、この辺の、これまあ綺麗な陽線なんで、例えばね、こういったところで、エントリーしたとして、直近の安値の少し下がこれ50ピプスぐらい。で、今回はこの高値が見えてるんで、57ピプスぐらいに、利確ポイントを置いたと。で、まあ様子を伺うと、まあこれはプラスになってるな。ここは一つ OK の形だな、とかね。こんな形で、まあ過去チャートから、そのエントリーチャンスを探すという作業、これバックテストって言うんですけど、それをねたくさんやってもらいたいんですよね。いろんなところにこうトレンドラインだったり、まあ、水線だったり、まあ、いろんな形で見て取れるわけなので、そういった部分をひたすらね過去チャートを探ってみて探してもらいたいですね。これは下方向に移動平均線の下方向へ抜けるので、下でエントリーする部分だなと。例えばこれを1点目、2点目とすると、この2点目の綺麗な
いい線が出てるんで、この次で例えばエントリーしたと。そうすると、損切りが10ピプスぐらい。で、直近の高値に置くと16ピプスぐらいですね。直近の安値に置くと16ピプスぐらい。まあ、これはかなり損勝利大のエントリーになっているので、まあ、かなり良さそうだなと。で、この点線の向こうを見てみると、まあ、もっとね、下方向に、推進力が生まれている部分なんで、まあ、これかなりプラスのいいエントリーになったなと。損切りはこの辺に置いて、まあ、利確もこの辺だったなって。こういう形ですね。で、こういう形っていうのを、過去チャートから、まあ、たくさん拾ってきてほしいですよね。いろんなところにトレンドラインは引けます。こんな感じで。1点目、2点目、3点目。まあ、例えば、3点目。で、まあ、ちょっと形は悪いですけども、この強い陽線が得た次。例えば、この辺りでエントリーしたと。で、まあ、直近の安値。まあ、63ピプスぐらい。で、まあ、1対1として63ピプスぐらい取ってみると、まあ、結果的にね、これプラスになっているので、まあ、この形も良かったのかな。まあ、そんなことが見て取れますね。で、ひとまず、そのトレンドの形というのを、まあ、いろんな時間足を見ることができるので、まあ、過去チャートに戻ってね、いろいろ遊びながら、まあ、線を引きながら、探ってみてください。で、まあ、その中でね、そういう形、先ほどのこういうこと、こういう形ですね。トレンドラインを当てはめてみて、まあ、上に抜けてる部分は上方向にエントリー。下に抜けてる部分は下方向にエントリーと。で、上方向に抜けてるときは、そのトレンドラインに当たってるところに、逆方向から、こうやって逆のトレンドを引いて、トレンドラインを引いてみて、それをブレイクしたところ。で、さらに、上方向に、まあ、綺麗な足をつけたところですね。トレンドフォローにさ、逆らわないような方向に、まあ、綺麗な推進力を得た。この綺麗なローソク足を見て、その次でエントリーと。で、ここから、損切りライン。というのを直近の安値の少し下に置く。で、利確ポイントを直近の高値に置く。で、この割合を、まあ、1対1以上にする。まあ、利益の方が大きいように、損益の方を小さいように。で、こういった形を作る。これをね、ひたすら繰り返してもらえたらいいかなと思います。はい。この形を作るっていうことがね、イコールそのまま FX の勝ちにつながる。まあ、基本なんですけども、これがかなり重要な考え方になってくるので、まずはこの部分をしっかり押さえるようにしてください。はい。また次回以降ね、同じようなトレンドフォロー、プラス、まあ、トレンドとまたレンジの形とかね、エントリーに関することをお伝えできればいいかなと思います。はい。それではまた更新します。ありがとうございました。